強固剤の中身にもよるんですね。だからやっぱりあの共同防御っていうのは必ずその何か事件を起こす、まあ、背後にあるわけですから、そういったものに対してどういうふうにその、適用するのかということですね。でこれがその国民全部に網をかけるような、ね、格好で使われるような性格だと困るということですよ。ただやっぱりこういったものがないとテロリストを封じ込められないという問題に対してどういう、まあ、回答を出すかで、これは僕自身もよく分からないところなんです、で例えばその特定秘密保護法が、まあ、問題になっているとき、僕はあの、ジャーナリズム新聞の、まあ、元社長やなんかの、ね、会合に呼ばれて喋ったことあるけど、やっぱりその、まあ会社だって、それからまあ冗談口を叩けばね、浮気だって口の固い相手としかやらないもんですよ。だからその国同士の関係となれば、安全保障が関わるとなれば、一定のその秘密を守る仕組みは必要だ、法律は必要だ、ただそれがその民主主義をね犯さないような格好にならないとダメなんだ。そのためにはやっぱりその、法律でそれを決めるっていうことも必要だけれども、同時にその、恣意的な適用が行われないようにきちっと、まあ、目を光らしていき、民主主義のシステムを健全に機能させるためのジャーナリズムの役割が必要なんだと。あんたらその軍事問題なんかになったらあのチェックもできないじゃないかと、それで反対とか賛成とか言えんのかってね、まあほざいたことあるわけですよ。でもそれに対して異論反論なかったですね、と。具体的な例を挙げて、あなた方この誤報をどうするんだって、軍事問題に関してね、そういったのを指摘しました、結局そういうそのまあ乱用をされた場合のチェック機能というか、それが本来ジャーナリズムの役割とされているものが、まあ、日本にはあまりジャーナリズムというのはないと、そういうものに対する今のメディアに対する信頼感がないので、それゆえに、まあ、こういった共謀罪というものも非常に、まあ反対というか、なかなか慎重論がやっぱ根強いというのも、ある意味それはジャーナリズムのに対する不信感の裏返しなのかもしれませんね、もっと例えばジャーナリズムがそういったものをきちんと適正に、まあ、捜査機関が機能しているかどうか、乱用していないかチェックするそういう役割を発揮していれば、まあ、ある程度、ね、必要なもの、必要な犯罪を作ったり必要な、制度をあの作っていくのは、国民もあの支持していくと思うんですけども、どうもそういう感じがしないのでだからジャーナリズムっていうのはやっぱりね、凄みがないとダメなんですよ。凄みっていうのはね、その政府国家権力に対しての凄みです、で場合によっては国家権力をね、まあ、支えてあげなきゃいけない部分もあるんだけども、力が足んないところなんかは、ただやっぱりその国民を裏切ったら、あるいはその法律を乱用したらただじゃ済まないぞというところを見せておかなきゃダメだし、やっぱり時々は本当にその、掘り下げた報道を行い、まあ、権力者の何人かが首が飛ぶようなね、ぐらいのまあ報道があってもいいと思うんで、その辺の凄みはないもんね。そうですね、まあ、向こうから見たら全然怖くないでしょ、今のテレビや新聞は。はい、そうですね。残念ながら、ただやっぱりそこを目指していこうという人間が、まあ、一人でもね、あの新聞テレビの中から増えていくってこと、これは大事ですね、まあ、それなりの志を持っている人はいないわけじゃないから、まあ、その辺です、国連軍というのは、正規の国連軍はいまだ編成されたことはありません。ないですね。朝鮮戦争の時ちょっと変則的だけど国連軍が編成されて、今も韓国と日本に駐留している、ただちょっと変則的な手続きだったから朝鮮国連軍という呼ばれ方をします、正規の国連軍はいまだ編成されたことはありません、ということですね、お待ちしていただければ。まあ、先ほど誤報の話をしましたけど、日本報道検証機構というのを運営していて、まあ、あの誤報というサイトを、もうやって3年近くになりますけれども、まあ、またそれもご覧いただければと思います、はい、またそういう基本的に
まあ、全国紙それから NHK はじめとする、まあ、主要なメディアの、まあまあ、事実と異なる報道なりあるいはミスリードなものがあればそれを検証して、メディアに、質問をするなりなんなりして、まあ、検証しておりますので、まあ、ぜひいろいろと見てます。ヤホーですかとか言って、まあ、ヤフーと誤報をもじって誤風と言いますので、まあ、ぜひ応援してください。ただマスコミを批判してるだけじゃないんですよね、はいはい、もちろんもちろん、まあ、ジャーナリズム大事だっていう立場だから。この間はあれでしょ、東京の方の新聞社とやったんでしょ、まあ、昨日は早稲田大学のジャーナリズムの大学院、ジャーナリズム大学院っていうのがあって、そこで講演をしてきたんで、ゲスト講演してきたんですけども、先週は地方紙、東北を中心として、まあ、結局6つか7つぐらいですかね、共同通信とかも含めてですね、そのデスクの研修会というのがありまして、そこで講演をしてきました、まあ、呼ばれてですね、ええ、でまさにまあこういった誤報の問題、について講演をしてきたんですけども、まあ、まさに講演の最中にですね、最中に、まあ、講演の会場になったのは秋田の秋田先駆け新報という会社だったんですけども、はい、まさに講演の最中に誤報が、その会社の誤報が発覚して、編集局長が慌ててちょっと席を立って、それで結局、まあ、検討して訂正記事を出すことになりましたっていう、まあ、そういうハプニングもあったんですけれども、まあ、そこで私がやったのは、まあ、結局誤報っていうのはなくならないんです、これ絶対に。それはまあ人間のやることだし、毎日ですね、非常にもう限られた時間の制約の中で、膨大なニュースを出していくということで、そこで間違いが全くない方がおかしいわけですね、それは思い違いとかいろいろ出てくるので、問題はその、まあ、いかにそれはもちろん減らしていくのか、少なくしていくのかとい うそういう仕組みを整えていくと同時に、仮にそういう事実誤認なり、まあ、いろんな事実が間違っているかとは判明した場合は、きちんとそれを速やかに訂正すると、はい、だから訂正をするということが悪であると、まあ紙面を汚すと、訂正記事は紙面を汚すという、そういう思想なり観念というのがやっぱ根強いんですね、ええ、その時の講演でもやはりそういうものはいまだに根強いってことはみんなおっしゃってました。だから例えば下 の現場のレベルでこれはやっぱり間違いだから訂正出さなきゃならんというふうに思ってもですね、上に上げたら、うん、上の上層部のレベルでもう潰されてしまうと、もう訂正出さなくていいということで、できるだけ訂正をしない方向に判断がいってしまう、そういう傾向がまだいまだにあると、現場が訂正したいと思っています、ね、そういうその訂正は悪であるというような、まあ、思想がまだまだあるということで、まあ、その考え方を変えていかない限りですね、非常にその読者から見てメディアに対する不信感というものは、まあ、さっきの産経新聞なんかはね、全くもう知らんぷりになっているわけですが、まあ、そういう新聞社が信頼されるのかと、うん、あるいは政府なり企業のそういうものをきちんとチェックするというね、そういう役割を発揮できるのかと、自分たちのところのね、うん、もうきちんと事情能力も なしにですね、まあ、そういうことがありますので、まあ、その辺を、まあ、そういうことをですね、まあ、最近はメディア決してだからメディアと敵対するということではなくて、メディアの人たちにも、まあ、講演をする機会もあって、我々の検証成果をですね、まあ、いろいろ伝えていく機会も増えてきているので、まあ、そういった対話も心がけながら、まあ、少しずつ変わっていってもらえればなという思いでやってますけどね、はいはい、いやまた、はい、来月は、はい、いろんなテーマを期待してますけども、はい誤報がなければこの今月の誤報っていうのもやらなくて済むのかもしれませんが、でも、まあ、違う話をその時、またその時はその時で、はい、まあ次回お楽しみに。はい、どうもありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもおやすみなさい。